岩本山は、静岡県富士市岩本にある標高193メートルの山。山頂に岩本山公園が存在する。岩本山からの富士山富士市の西側、岩礁地区に位置し、山頂は岩本山公園として整備されている。公園のほか、実装時、ゴルフ練習場、射撃場、老人養護施設なども存在する。 山の東、南側斜面の多くは、茶畑や、雲州みかんなどの果樹園として利用されている。富士川と面する、西斜面は岩肌であり、手付け風の自然が残る。東側には、岩本山団地などの居住エリアがあり、北側は、富士宮市の明城山と接する。山腹では、富士山が、裾野まで見える場所が多く、茶畑を前景にした。 富士山の撮影ポイントとしても知られている。4月上旬には山肌の至るところで桜が咲き、山全体がほんのり桜色に染まる。山頂には10個のエリアからなる13.2ヘクタールの岩本山公園が整備されており、休日には多くの方の憩いの場として人気がある。梅園としても有名である。また多くの桜も咲くことから近年は、 富士市では、梅から桜のまでの期間を積極的に PR している。張り出しデッキからの富士市街、張り出しデッキからの富士市街夜景岩本山公園の梅園から望む富士山園内には、数多くの木々や花植えられており、一年を通して四季、折々の花や紅葉が楽しめる。また、富士山と梅、富士山と桜の絶好の撮影ポイントとしても、知られている。 桜植樹記念碑は元山公園に咲く桜は、1923年に、地元の富士市立岩礁小学校の卒業生が、将来桜が咲く山になることを願って植樹した、ものであり、その記念石碑が残されている。植樹から約一世紀が経ち、当時の生徒が望んだ光景が、現実のものになり、多くの人が桜を楽しむ山になることができた。 ふもとにある日蓮州本山の寺院。登山道が寺の山道になっている。ふもとの実装時から山道を登ること約20分程度。目安として八合目付近に同寺院の金付道がある。岩本山公園へ通ずる道沿いの砂利採取は土地に大量の医療産業廃棄物が不法投棄され問題となっている。富士市では生活水道として 富士山の雪解け水を市内各地で汲み上げ、供給しているが、岩本山付近も例外でなく、人体への影響を懸念されている。ありがとうございます。